おはようございます孤独の解説ひとりぼっちのワンマンシンクタンク情報ソムリー少佐です今日はですね、えー、まあ先日の NATO サミット2023年イトアニアで行われたやつですねこれと同時にですねまあ G7 の関係各国と NATO とゼレンスキー大統領の間でいろいろ話をしていたようですでそれについてですね、えー、ウクライナ に関するウクライナ支援に関する共同宣言というのが7月12日に出ていますこれについてですね話をしたいと思います対して G7 が保障するウクライナ支援共同宣言軍事経済長期支援の保障化か,かっていう話ですねそれでですね話を進めますまず7月12日に ウクライナ支援に関する共同宣言発出式典というのが行われましたここでですね、えー、G7 の議長国は今日本ですから岸田首相が発表をしましたで、まあ、岸田首相からですねまあ、えー、こういう支援に関するウクライナ支援に関する共同宣言なんですよっていうところで、まあ、前段ですね、えー、力による一方的な現状変更の試みは否定しますと。 法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序、安倍首相が、えー、唱え始めたこのやり方を、まあ、踏襲する形で岸田首相が G7 の議長国として挨拶をしてい、えー、きました。えー、これをです、ね、引き取ってです、ね、アメリカ大統領、バイデン大統領がです、ねえー、まずスピーチを始めます。こののスピーチの冒頭でですね 何を言い始めるかと思うとこの人が立ち上がって予定になかったスピーチをしますこの人が立ち上がってウクライナを支援援助してくれると思っていた人は世界中でほとんどいないと思いますみたいなことを言ってこの人というのが岸田首相のことなんですねそれでこの人岸田首相は日本の軍事費を増額してまあこういう事態になったら ヨーロッパ、ウクライナだけの話じゃなくて、世界に影響があるから支援しないといけないんだということを理解していたんだと、素晴らしいというふうにですね、バイデン大統領はこの発出式,式典のですねスピーチを始めるわけです。まあ、この想定外のお褒めの言葉だったんですけれども、それに引き続いてですね、バイデン大統領、アメリカ大統領がこう言います。 本日 G7 のメンバーはウクライナ支援の共同宣言を発表し我々の支援が将来にわたって続くことを明確にするというですねことを言ったわけです。でまあこの辺あのニュースでも一部記事にはなってるんですけれどあまり細かい話が出てない感じなのでちょっと私の方で取り上げて細かいところまで見ていきたいと思っています。 えそれでですねウクライナ支援に関する共同宣言ジョイント・デクラレーション・オブ・サポート・フォー・クラインという話で、まあ、外務省のホームページにですね岸田総理大臣、ウクライナ支援に関する共同宣言発出式典への出席ということでこのページの中に、えー、このウクライナ支援に関する共同宣言という PDF ファイルがあって読みたい方はそちらで読むことが可能です。 でえー、とこれをですね、今日は朗読したいと思っているんですが、朗読の前にです、ね、いや、そんな悠長なことじゃなくて、何書いてあったのっていう知りたいと思う方も多いと思うので、まずかいつまんで,です、ねえー、そのポイントだけ列挙したものが、こちらのパワポスライドになります。まずです、ね、長期的支援の取り組みをしましょうと、そのための話し合いをしましょうと、ウクライナと G7 と。 参加したい国々でとでまず現在の軍事と防衛に関する支援をしていきますけどどうしましょうかといろいろあ戦闘機とかいりますよねと防空ミサイルもいりますよねとそれと復興復旧、えー、経済エネルギー安全保障まで含めてどういうふうに支援するか考えていきましょうとでガバナンス改革、まあ、ウクライナの政府であるとか 国家運営に関してちょっと改革した方がいいようなより民主的にやるために改革すべき項目と、えー、実施をどう継続していくかということについて話をしましょうとそれと、えー、今後の今後の、えー、軍事装備支援経済支援これはですねこの今後のっていうのが、えー、ロシアと停戦した後なのかロシアがまあ完全に追い出された後とというところも見込んでるような感じはあります。 でえー、同時にその中ではウクライナが、えー、領土を回復して、えー、その後主権を守るためにウクライナ自衛権を行使する時にどういうふうな内容でそれをやっていきましょうかみたいな協議もしましょうとそれとロシアに対すする制裁輸出管理もしますと同時にこれもその、えー、同時にっていうのとこの戦争が ある程度決着がついた後まで見込んでいるような感じなんですが戦争犯罪の責任を追及しますとそれとロシアに対する損害賠償もちゃんとさせますということをこの宣言の中に盛り込んでいます。それというようなことも少し書いてあって一つは民主主義の体制をもっと進めましょうと。 それについては例えば法,法体制をちゃんとしましょうと。それは汚職であったり企業のガバナンスであったり経済であったり治安であったり情報であったりこういうことを民主主義の体制に合うようにしていきましょうと。それと軍の民主化、えー、文民統制強,強化それと軍の透明性もあのきちんとするようにしてくださいねというのがこの共同宣言の主な 内容となってますでこの共同宣言なんですけど、ウクライナ支援に関する共同宣言、えちょっと5分ほどで朗読できるので、えー、っと、まあ,あの、より詳しく、耳、学問したい人は、このままちょっと聞いていただけるとよいかと思います、えー。こちらがですね、外務省のホームページからの PDF をですね、えー、ちょっとここに貼り付けてですね、 あの仮役も外務省による仮役で、いつもの,私の,あの私の翻訳ではないです、外務省の仮役になっています。それとその、そのセクションでどんな話になっているかっていうのを、この赤い字で示していますえ。ではいきます、ウクライナ支援に関する共同宣言、5分ですからね、あと5分、5分、頑張ってください。えまずここではです、ね、自国防衛と侵略抑止、自由独立民主という、まあ、前段的な話が書いてあります。 我々 G7 首脳は国際的に認められた国境内において自国を守り将来の侵略を抑止することができる自由で独立し民主的で主権国家としてのウクライナの戦略的目標に対する我々の揺るぎないコミットメントを再確認すると,ははと次ここで結構まあ重要でウクライナと NATO の一体性についていい一文コメントしてるんですね。我々ははウクライナの安全保障は 欧州大西洋地域まあ NATO の地域ですよねの安全保障と不可分であることを確認すると意外に重い一部です。次ロシア脅威国際法違反でだけど民主的価値観とか国連憲章主権の国家の主権の原則から考えればウクライナは長期的に支援しないといけませんねというのが次の部分で我々はロシアによる違法でいわれのないウクライナへの侵攻は国際の 平和および安全に対する脅威であり国連憲章を含む国際法の明白な違反であり我々の安全保障上の利益とは相入れないと考える我々は必要とされる限りロシアによる侵略から自らを守るウクライナと共にあるウクライナと共にあると言っていますそしてです、ね、我々は共通の民主的な価値および利益とりわけ国連憲章ならびに 領土一体性および主権の原則の尊重に根ざしたウクライナに対する長期にわたる支援について結束しているとウクライナを支援するのは間違いありませんよと重ね重ね言ってますとだからウクライナ政府も国民もなんとか頑張ってくれということですねでここからですね長期にわたる支援のための交渉と議論、えー、支援するんだけどどういうふうに何をっていうところですねどこまでっていうのもあるでしょう 本日我々はそれぞれの法律上及び憲法上の要件に従ってこの多国間枠組みと整合的な二国間の安全保障上のコミットメント及び取り決めを通じ主権及び領土一体性を守り経済を再建し市民を保護し欧州大西洋共同体への統合を目指すウクライナに対する我々の 長期にわたる支援を明確にするためにウクライナとの交渉を立ち上げる我々はこれらの議論を直ちに開始するように我々のチームに指示するえっ、ー、と議論が直ちに再開されるあの始まるというところなんですねまあだからあの支援が始まる前に何をっていうのがあるのでここはなかなかゼレンスキー大統領としてもウクライナとしてもですね いやそんな悠長なとか思ってるかもしれませんがこの段階は踏まざるを得ないしまあここを耐え抜いていかないといけないと。コミットメントおよび取り決めの範囲ということでじゃあどういう範囲やりますかっていうところで我々はそれぞれ以下の事項に向けた特定の2国間の長期的な安全保障上のコミットメントおよび取り決めについてウクライナとともに取り組むということでじゃあ取り組む内容はまず軍事防衛に関する提供 に関すする部分が書かれています以下の継続的な提供を通じ現在のウクライナを守ることができ将来のロシアによる侵略を抑止することができるような持続可能な軍事力を確保する。持続可能な軍事力 SDGs 的なものなんでしょうかね。そうではありません。えー、っとですねウクライナは独立国としてずっとやっていくためには、えー、自分の国の防衛 をこう持続的にできないといけないいいととけだからどうしようっていう話なわけですね。えー、防空・砲および長距離兵器、装甲車、装甲車両およびその他戦闘機などの主要な能力を優先しまた欧州大西洋のパートナーとの相互運用性の向上の促進による陸海空の各領域における安全保障支援および現代的な軍事装備。 ウクライナは、まあ、旧ソ連のです、ね、軍事体系を、まあ、弾薬弾丸みたいなところから訓練の方法とか通信の方法までそっちを取ってますからそれを NATO とか米軍基準の方法に変えていかないと総合、まあ、運用性お互いに助け合いながら軍を運用することができませんよねとだからそこをかっがっちりやりますよっていうところですね、えー、次ウクライナの防衛産業基盤のさらなる発展に向けた支援 ちゃんと防衛産業を作ってウクライナが自分で自分の武器を作れるぐらいにしていきましょうねとウクライナ軍に対する訓練と演習これも先ほどの相互運用性インターオペラティビティに近い話なんですけれども、えーまあ、あの部隊を運用して、まあ、命令をしたりですね、まあ、共同を頼む時に NATO とか米軍基準のやり方はわからないと、まあ、一緒に共同できませんよねっていう話ですね。 インテリジェンスの共有と協力、まあ、情報をですね、ちゃんとセキュリティを確保しながら情報をうまく使いましょうと、ハイブリッドな脅威に対することを含むサイバー防衛、安全保障、強靭性イニシャチブへの支援、まあ、サイバーとかですね、そういうような部分であるとか、えー、まあいかにですね、あの強靭な、えー、軍事システム、防衛システムを作っていくかということも考えていきましょうと。 次に軍事ではなく復興復旧経済エネルギー安全保障についてはエネルギー安全保障を含むウクライナの経済的繁栄の促進につながる条件を創出するための復興復旧の取り組みを通じることを含めウクライナの経済的安定性及び強靭性を強化するとウクライナの経済をまあきちんと復旧させ、まあ、インフラ もう含み復興復旧して経済発展する土台を作ってえ国が、えー、発展していくようにえ技術的、えー、経済的安定性を、まあ、エネルギー安全保障も含み考えていきましょうとえ次がですねウクライナ政府国家運営の改革項目と実施の継続に関する支援ということでロシアの戦争に起因するウクライナの差し迫ったニーズのためのまたは ウクライナの欧州大西洋への願望を進めるために必要となるグッドガバナンスを支える効果的な改革アジェンダの実施の継続を可能にするための技術的および財政的支援の提供ということで国家運営がちょっとあまり効率よくないんじゃないのとかガバナンスちゃんとできてないんじゃないのというところで そういうとこについても技術的なものとか財政的な支援はしてきますよと。まあ、だから、より民主主義の国としてしっかりした国を作っていくというまあ法体系であるとか国家運営のことっていうのを支援しますと。えー、次がですね、えーっとまあ、今後の、まあ、現在のも支援するんですけれども、将来にわたっても、えー、ロシア、 からの侵略ががあるようななななことになれれればばですねそれはそもそはもも防がなければいけないいどうしようかというような話それとロシアへの制裁の話もここの部分に書いてあります。我々は将来的にロシアによる武力攻撃が生じた場合には適切な次の措置を決定すべくウクライナと直ちに協議する意図を有する我々はそれぞれの法律上及び憲法上の要件に従ってウクライナに対し迅速かつ 持続的な安全保障支援陸海空各領域にわたる現代的な軍事装備及び経済支援を提供しロシアに経済的及びその他のコストを課し国連憲法第51条に規定された自衛権を行使するウクライナのニーズについて協議する意図を有するこのため将来の侵略の際にウクライナが自身の領土と主権を守ることができるよう 安全保障上のコミットメント及び取り決めの強化されたパッケージについてウクライナと共に取り組む、まあ、将来のですねウクライナの軍事的な脅威をどうするか安全保障をどういうふうに保っていくかっていうことに関して、まあ、まずは軍事装備とか経済支援で現代化近代化民主化していきましょうと。でえー、ロシアに対しては一方で、えー 経済的及びその他の他コストとということで、まあ、損害賠償を求めるっていうことともう一つは自衛権、えー、ウクライナの自衛権ってどういう範疇でどういう方法で発動しましょうかっていうことなんかも、えー、国家主権を、えー、確立しどちゃんと独立を守るっていう意味で考えていかないといけないからウクライナといろいろ話をしましょうという感じです。 で今言ったような話に加えて、すね、我々はロシアの責任を追及することにより、ウクライナを支援することに引き続きコミットしていると。まあ、これは、まあ、今までいろいろ虐殺があったとかそういう話もありますので、ロシアの責任、まあ、インフラ攻撃を大規模にやっているとかです、ね、市民の生活に対してロケット砲を撃ったりしているというところですね、こういうことの責任を追及しますと。でそれでその中で 制裁および輸出管理を通じたものを含めたロシアによる侵略のコストが増大し続けることを確保する取り組みや重要な民間インフラへの攻撃を含めウクライナであるいはウクライナに対して行われた戦争犯罪やその他の国際的な犯罪に対して責任を有する者の責任を追及する取り組みへの支援が含まれる戦争犯罪およびその他の残虐行為に対する不処罰は認められてはならない。 この文脈で我々は国際刑事裁判所 ICC のような国際的メカニズムの取り組みを支持することを含め国際法と整合的な形で責任を有する者の責任を追及するとの我々のコミットメントを改めて表明するとロシアがこのまま侵略を続ければですねそれだけ制裁をどんどん重くし輸出管理も激しくしていってロシアあの経済的にも損するよというところに追い込みたいと。 そして、えー、同時にですね、えー、やっぱりその人道に対する罪というか国際的な犯罪行為、えー、国際法違反の行為に対しては、えー、その戦争犯罪として責任をちゃんと追及しそのための国際的なメカニズムも作っちゃうよっていう覚悟しろよっていう話ですね。で次ロシアによる損害賠償海外資産凍結国際的な仕組みということでこれも似たようなことなんですが。 我々はそれぞれの法制度と整合的にロシア自身がウクライナにもたらした損害を支払うまで我々の管轄下によるロシアの国家が有する資産を引き続き動かせないようにしておくことを再確認する。海外のですね、ロシア国家の資産を凍結しようということですね。これは再確認なので今そうしてますと。我々は ロシアの侵略によって引き起こされた損害損失または損傷の賠償のための国際的なメカニズムの設立の必要性を認識し適切なメカニズム構築のための選択肢を探求する用意があることを表明すると。これなんかここまで読んでいくとですねもうなんかあのロシア負けるのはほぼ確定じゃないかあとは時間の問題だねというようなバックグラウンドがあるように見えますがまあ えー、そこがいつになるかわからないにしても、えー、こういう準備はしないといけないということなのかというような見方ができるかとも思います、えー。一方でですね、ウクライナには以下のことをコミット、ウクライナは以下のことをコミットするというセクションがあります。パートナーの安全保障およびパートナー、えー、と今のナト加盟国であるとか G7 各国ですねの支援に関する透明性と説明責任 土地の強化にに前向きに貢献することとまあ少し前はですねウクライナに支援した軍事物資とか支援物資がなんか横流しされてんじゃないかとかその汚職に使われてるんじゃないかっていうようなニュースなんかもあってですねそれちゃんとしないと支援できないんだけどっていうような話なわけです。でまあ民主主義法体制汚職企業経済治安情報についてちゃんとしてくださいと。民主主義 法の支配、人権の尊重、メディアの自由へのコミットメントを強調し、経済を持続可能な軌道に乗せるような法執行、司法、汚職対策、企業統治、経済、治安部門、国家管理改革の実施を継続することと、ういうのちゃんとやらないと支援できないんですよと、こんな私服を壊してるようなやつ、絶対に許さんからって、まあ、そういうようなことが裏にもあるかもしれません。 っていうのは、各国は、支援する各国は民主主義の国なので、こういう汚職があるような国にですね、支援そもそもするのかっていう世論ができちゃうと、支援できなくなっちゃうんですね。ということもあり、これはウクライナがもう急いでやらないといけないことだと思います。次、軍の民主化、文民統制強化、透明性。軍の民主的な文民統制を強化し、 ウクライナの国防機関や防衛産業全体の効率化と透明性を向上するさせることによるものを含め国防改革と近代化を推進すること国防改革と近代化ちゃんとしてくださいとで、えー、最後締めくくりなんですけども EU 及びメンバー国はこの取り組みに貢献する用意がありそのような貢献の方法を速やかに検討するこの取り組みはウクライナが将来的な 欧州大西洋共同体への参加に向けた道筋を追求する間にも進められると。えっ、ー、と、NATO 加盟できないから、NATO 加盟してからいろいろ考えてやるわじゃなくて、どんどんやらないと、えー、NATO 加盟っていうのも遠のいてしまいますよと言ってるわけです。自由で強く独立した主権国家としてのウクライナを確保するためのこの取り組みに、 貢献することととを望む他国はいつででもこここの共同宣言に参加することができるがきれは一応 G7、えー、でと、まあ、ウクライナの間で話をしてこうだと、まあ、NATO ももちろん絡んでるでしょうと。えー、だけれどもこれに参加したい国があれば、えー、参加してウクライナ支援一緒にしましょうよというところなわけです。もちろんこれはですね え戦後のですねウクライナの復興に関するビジネスとかその後のウクライナの体制を作るためのビジネスであるとか貿易関係であるとかそういうところっていう話も全部ですね含まれているので、えー、よく考えて支援するなら支援した方がいいよという誘い水にもなっているわけです。中国なんかかこれあじゃあうちちも参加するわととっっって言ったらちょっと 面白い感じではあるけど、まあ、そんなことはなかなか難しいかもしれませんね。ということでですね、今、なんかちょっと偉く、長く喋ってしまって大変申し訳ないんですけど、5分ほど朗読が10分ぐらいになっちゃって、すみません。これで、まずですね、ウクライナ支援に関する共同宣言というのが、G7 から出されました。現時点では将来のことはわからないんだけども、将来を見込んで宣言しているところがなかなかすごいなと。 いうところで、まあこれを見たですね、各国もまあ、ロシアそろそろ終わるかなというふうな思いを強くしてしまうのかもしれません。えー、今日の話はこんなところで、えー、情報ソムリエ調査でした。えー、チャンネル登録、えー、ご視聴、応援、コメント、その他いろいろよろしくお願いします。ツイッターの方もですね見ていただけると、えー、助かります。えー、今日もどうもありがとうございました。失礼いたします。